皆さんおはようございます。斉良平です。今日で46日目か、46日目です。元気がないとかじゃないです。あの毎日こうやってやってるとですね、テンションもやっぱりこうあったりするんで、時々なんか最近疲れてるね、元気がないとか時もあるけどっちゃうけど、まあ、これがあります。ある時ありますありますけど、今日の話は皆さんにも元気になってもらいたいと思ったので、朝起きてやるちょっとした体の体調を整える上で、もしかしたらこれすごいいいよっていう、開運法があります。それが何かっていうと、僕朝起きたら大体水をコップ一杯飲むんですけどね、なるべく常温で、冷たい水とかじゃなくて常温で飲むようにしてますけども、その時に今年の初めぐらいかな、うちの師匠に教えられたんですよね。両手ですくって飲みなさいと。両手ですくって、なぜかというと、まあ手ってすごく皆さんの中でいう、まあ、いい気がいっぱい宿るんですよね。手に失敗集中するので、で集中してるその気っていうのは、もちろんこれってよく手当てって言って、皆さん怪我したりとか打ったり痛かったりとかお腹痛い時も抑えますよね。そうするとなんかこう痛みがじわーっと和らいでいくっていうのが分かると思うんですけども、手にはやっぱりいい気がいっぱい入ってるんです、集まってるので、それを体の中に一番最初寝てる間にいっぱい充電されてるらしいんですよ。でそれを水をすくって飲むと、水って純粋無垢な液体なので、自分のいい気がそこにスッと宿って、それを体の中にすぐ吸収することができるっていう方法だよって言われて、そんなんが関係あるのかなと思った時に、ふとですね、うちの師匠が例えで、山とか行った時に、よくコップがないところで両手ですくってパッて水飲んだ時に、うわーうめえなーって感じるでしょって。あれはもちろん山の水も美味しいんだけど、それ以上に手ですくって飲むから美味しいんだよって言われて、これって山の水じゃなくてもそうだと、水道から出てくる浄水とか水道水でもいいんだけど、それを両手ですくって飲むだけでも全然体調変わるよって言われて、本当かよとか思って、僕がね多分単純なんでしょうけどね、飲むようになってね、やっぱりね、なんかね、やっぱ違うと思って、なんか体の調子が違うなと思うのは、まず目がしゃっきり覚めるのと、その後になんかね、消化器系、いやもしかしたらちょっと腸活もしてるからなのかもしれないけども、消化器系の調子がいいなって感じることがよくあります。なのでぜひおすすめです。騙されたと思っても損はしないので、やってみる価値はあるんじゃないかなと思いますので、もし、何かの拍子にこうちょぱっとこのことを思い出したら、両手ですくって朝水を飲むっていう習慣ぜひ持ってみてください。今日は以上です。あともう今ちょうどギリまだ半分来てないですけどね、もう少しで半分になりますね。続けてやっていきます。皆さんも気合入れて今日もやりましょうということです。今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。